ディディエ・デラディゲスはベルギー出身の元レーサー。二輪のグランプリや四輪の耐久レースで活躍した。日本語媒体ではディディエ・デラディゲという本人の母国語である不都語により近い表記も見られた。1979年 500cc クラスでグランプリにデビューした。グランプリで最も成功したシーズンは1982年で。 この年は 350cc クラスで2勝を挙げて、アントン・マンクに次ぐランキング2となった。その後、1988年には、ヤマハのファクトリーチームで、エディ・ローソンのチームメイトを、1991年には、鈴木で、ケビン・シュワンツのチームメイトを務めた。グランプリでは、通算4勝を挙げている。二輪レースを引退後、四輪の耐久レースに活躍の場を移し、 1997年のスパ24時間レースで優勝した後アメリカンルマンシリーズに参戦。2001年には LMP675 クラスチャンピオンを獲得した。1998年のルマン24時間レースには同じく元グランプリライダーのワインガードナーと同じチームから出場した。ありがとうございます。